渋谷龍太郎は日本海軍軍人。最終階級は海軍中将。最後の海軍管制本部長を務める。杉正と上田宗主らと同様に機関科出身者として最初の海軍大将候補であった。福井県出身。渋谷徳造の長男として生まれる。1910年4月、海軍機関学校を卒業。同年12月。 海軍機関省委任官。1916年12月、海軍大学校機関学生となり、1918年12月、戦艦、比叡分隊長に着任。1919年12月から海軍、大学校戦艦学生として学び、翌年12月、海軍管制本部部員となる。1925年8月、横須賀海軍交渉臓器部員となり、 造兵監督官、舞鶴陽光部部員などを経て、1930年12月、機関大佐に昇進し、海軍管制本部第4部部員となった。その後、横須賀海軍交渉臓器部長となり、1936年12月、海軍省将に進級した。1937年12月、海軍技術研究所理学研究部長に就任。 呉海軍交渉臓機部長、公海軍交渉長を歴任し、1940年11月、海軍中将となった。太平洋戦争を呉海軍交渉長として迎えた。その後、海軍管制本部出資を経て、海軍管制本部長として終戦を迎え、1945年11月、予備役に編入された。戦後、生産技術協会を主催し、 旧日本海軍の技術資料を収集。その成果は、生産技術協会、旧海軍技術資料第一編としてまとめられた。戦後に収集した旧日本海軍の技術資料のうち約4,400点は1994年3月に、神戸商船大学に移管され、現在は、神戸大学附属図書館に保管されており、渋谷文庫と呼ばれている。この中には、 臨機調事件に関する資料が残されているなど、日本海軍の機関関係の貴重な一時資料である。帝国海軍士官入門 P217。ありがとうございます。